はい続きまして力石咲さんです皆さん盛大な拍手を持ってお迎えください皆さんおはようございますとても緊張しています えと私はカラフルな毛糸で街をくるんで、えー、人と街そして人と人をつなぐ活動をしております、えー、見慣れた景色が一変するのでそこを歩いた人やともにプロジェクトに参加した人は町に対して発見や驚き、新鮮味を味わえるでしょう、えー、ではなぜニットなのでしょうか、えー、次に出てくるのがこちら、私の最初のニット作品でマングローブというものです。 世界中の人とつながりたいという願望から生まれた作品で五大大陸に目がついていて人が近づくとまばたきをします表面はニットです皆さんはニットと聞いてどんなイメージを持つでしょうか私は優しいとか温かいというイメージがあるので私の作りたい地球儀にぴったりの素材技法でしたこの作品で私はニットの特性を知りました どんな形にもフィットする融和性や針と毛糸さえあればどこでも作業ができるという特性ですそんなイメージや特性からニットはコミュニケーションに長けていると思ったんですねそこで私はニットを外に連れ出しましたニットというと女性が家庭の中で行う手仕事というイメージがあると思うんですけれどもそれではもったいないと思いましたまず最初に始めたのが トラベリビングプロジェクトこれは私が訪れた先々のものをくるんで残していくというプロジェクトです私とものから始まったコミュニケーションが私と作品を発見した人そしてその人とまた別の人へと伝播していくというようなことを実感しましたただ毛糸っていうのは細いのでくるめるものが限られてきますもっと大きなものをくるみたいと思って始めたのがニットインベーダーというプロジェクトです 細い糸を上の黒いのが自動リリアーミキなんですけれどもこちらで加工しますで出てき,てきた極太の糸によって街を侵略インベージョンと呼んでいますがしていくプロジェクトですこちらは茨城県日立市でのプロジェクトですこんな風うに太いのでどんなものでも簡単にくるめて街の景色を一変させることができますである程度のエリアを 数週間組んでいくプロジェクトなので一人ではできません。そこで市民の皆さんを巻き込んだプロジェクトになります。えっ、ー、とですね、普段えっ、ー、と自分の街をこう能動的に関わっていくってことはないと思うんですけれども、このプロジェクトを通じて自分の街へ、町に対して発見があったりとか、あとは住民同士のコミュニティが生まれたりします。 中にはインベーダーとしての使命感が生まれてきて自ら進んでインベージョンを遂行してくる人も現れますこんなふうにプロジェクトが街へ関心を持つきっかけになれば嬉しいです会期中はワークショップも開催していますこちら大阪中之島でのニットインベーダーです毛糸の色やインベージョン,イン,ベージョン箇所は、えー、と街の歴史を調べたりとか 住民へのヒアリングをもとに決めていきますインベージョンの許可を得るための地権者との交渉は毎回困難なんですけれどもこちらはコミュニケーションなので大切にしています大阪では船を丸々一隻くるんで川を航行するというパフォーマンスも行いました川岸の人とコミュニケーションをしながらのパフォーマンスでしたニットインベーダーは住民に対して普段見慣れた 街を一変させることで街への意識を促すという側面もありつつ外部から訪れた人に対してはニットが街の案内役になって街を回遊してもらうことで魅力を発見してもらうという側面もあります。ほ、はい、他の主なプロジェクトとしては旅するニットマシンというものがあります。 え転がすと編み物が製造されるキャリーケースを引いて旅に出ますでこれは何ですかと声をかけられたらそこまでにできたニットをプレゼントしていくという人をそこでではないいどここかへ導くという作品ですでこれは東京海王位、えー、と東京都のシンボルマークが一応なんですけれども私には海にも見えるんですねでその海が都内の歩道柵に散らばっているなと日々感じていました。 そこで平安時代の貴族遊びである海洋湯、今でいう神経衰弱のような遊びなんですけれども、一対の海を都内の2か所にインストールして、対になる海を探しながら、都内を散策してもらうということが目的です。場所のヒントは、私がインストール直後に SN、SNS にアップする写真と、あと、大まかな住所のみです、えーと。企業とのコラボもあります。 こちらは秋葉原の YKK 本社ビルのファサードを編みくるんだものです当時社員さんの方々は町の人々との間に隔たりを感じていました隣には誰でも出入りできる施設があるんですけれどもそちらにも誰も人が近づかないということで私は社員さんと一緒にファスナーを模したニットでくるみましたすると道行く人の目に留まって 隣の施設にも人が足を運んでくれるようになりましたこの経験から私は町と建築物との関係性に興味を持つようになりましたこれから実現させたいのは柔らかい建築です建築って堅牢があるゆえに堅牢であるがゆえにどうしても素材やデザインが確率的になって町の雰囲気と孤立したものが多いと思っています私は町と 建築物をつなげたいと思っています、えー、具体的にはレースで建物をくるみます、えー、レースは、えー、建物や街の性格を想起させるようなモチーフで編まれています、えー、スケスケのレースは、えーまえー、と建物とその空間の境界線を曖昧にしますで、えー、風が吹けば揺れて重力にもだらんとしますまるでお化けのようなんですけれどもお化けなので消えます 人や町とコミュニケーションをして、ある程度つなが、そのお互いをつなぐ役目を果たしたら、えー、消えてなくなってもいいと思います。あとに残るのは、いつもの見慣れた建物ですが、えー、人の心にはいつまでも記憶に残る、そんなプロジェクトをやっていきたいです。どうううもあありりががととごござざいいまましした。た。 ニットってそのやっぱり着るもの手袋とかマフラーとかそういうイメージだったんですけど、はいはい、街を覆もともと、ねはい、力石さんがニットとかに興味をお持ちになったってきっかけはさっきの、えーと「マングローブ」っていう作品なんですけど、えー、と大学の卒業制作の直前に友人から帽子の編み方を教わってでそこで。 使い始めました男性でもできるんですかね結構男性の方が実は上手い人が多くてなんかやっぱり女性がやるってイメージがあるからこうこそこそねやってるんですけど結構やってる人は多いですわかりましたちょっと最後に突っ込んでいいですかその今日のお召し物これは宇宙服宇宙服です宇宙が好きなのでそれでどれぐらい時間かかりますこれは結構網目大きいので一週間ぐらいで めます。わか,かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、しかれさんでした。ありがとうございました。